Spinner。味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第53回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうための投稿をお届けする番組です。今回のテーマはコンビニアイスレポートをお届けしたいなと思っております。いやもうガッと暑くなるといきなり輝き出すのがコンビニのアイスコーナーですけどね、皆さんもついつい覗いちゃうんじゃないかなと思うんですが、なんかね、日中の最高気温が25度を超えるとアイスクリームは動き出し、30度を超えると氷菓系アイスが売れるようになってくるらしいんですけど、特にその気温の幅が大きい時に売れるらしいですよ。つまり昨日が29度で今日が30度の日よりも、昨日が25度で今日が30度の日の方がアイスが動くっていうのをね、なんかアイスクリーム市場分析みたいなので読んだことがあるんですけれども、まあ夏の夜に家に帰る時に近所のコンビニに寄ってアイス1本食べながら帰るのとかすごい幸せですよね。まあ、そんなこんなでいつもいろいろアイスを私は食べてるんですけど、なんだかんだね定番品に行っちゃうことも多くて、私はパピコのチョココーヒー味が大好きなんですけど、ちょっと今回それ以外もいろいろ試してみたいなみたいなことを思っていたので、いろいろ食べてみたんですよ。もう気になるやつ全部買ってみたの。なんかねそれ本当に最高で、もうだって全然全部買っても1500円くらいにしかなんないし、でねその時にチェイサーとしてカルビーのポテトチップスも購入しまして、もうマジでデブのゴンゲみたいな食べ合わせなんですけど、でも本当最高にハッピーだったので、もう今日はそんなコンビニアイスレポートをですね皆さんにもお届けしたいなと思います。皆さんのアイス選びの助けになれば幸いです。じゃあ私の最近食べた美味しかったコンビニアイスたちお呼びしましょう。こんにちは、ようこそあすごい、めっちゃ保冷バッグの中にザクザクコンビニアイス入ってる。この絵力強っ。いや胃が冷えそうだじゃあ早速行きましょうか。今日ね全7種かな、はい、バンバン行かないとね間に合わないですからね、行きましょう。はい、まずは、セブンイレブン限定花菜ななみ税込み138円さんです。花菜ななみ何味だと思いますか？バナナ味です。はいなんかスタバのバナナフラペチーノとかもさ、バナナなバナナみたいな名前だけどさ、なんかバナナのこととなるとみんな浮かれポンチなネーミングをつけたくなっちゃうですかね。製造元は赤城乳業さんということで、過去にもセブンイレブンとコラボレーションしたアイスを輩出しており、チョコザワゴリゾー課長茶の宮後期に続く第3弾ということで、バナナ製からやってきた宇宙人ハナのお話がパッケージにも描かれていますということで、かなり謎な世界観にね、ちょっと見たことない人は困惑されてるかもしれないんですけど、本当にパッケージにもですねちょっとなんかお話が描かれていて謎の情報量の多さになってるんですけど、これね美味しかったですよ。すごい果実のアイスクリームってやっぱイメージの果実味とガチの果実味のそのどの辺に着地するんだろうっていうのがやっぱ気になるところなんですけど、結構最近ガチ味のアイスみたいな、なんか濃厚マンゴーとかなんか果実丸かじりなんとかみたいな、そういうのも増えてるんですけど、例えばこうスイカバーとかね、往年のスイカバーさんとかは結構イメージ味というか完全に二次元の味っていうかね、それはそれですごい美味しいなっていうふうに思うんですけど、花菜ななみさんはですねなんかちょうどそのなんかガチバナナとちょっとイメージバナナのなんかどっちもあって、すごいいいバランスでした。
でこうねかじるとですね、こうガラスの薄い破片みたいにホワイトチョコがこうズササササササってアイスバーの中に練り込まれてるんですよね。あのパリパリバーみたいなアイス分かりますかね。ああいう薄いあのチョコレートとかをこうバーって刻んだやつが中に入ってて、でこれのね食感がすごい良くて、こうパキ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 ね口の中でリズムを刻んでくれるんですよね。でそれを普通のチョコ味にしても良かったと思うの。実際チョコ味みんな人気だし、でもそこでホワイトチョコにしたってところがこうバナナを主役にしたいんだっていう感じでね、すごいときめきましたね。そのバナナの味を邪魔しないんですよね。いやこれさすがやっぱ赤城乳業さんだなと思うんですけど、やっぱ赤城乳業のアイスちょっと美味しいですよね。なんか私結構赤城乳業信頼してるんですけれどもね、はい。ただね結構この商品本当流れ星系の一瞬で消えちゃう商品っぽくて、今日もあの、収録のためにスタッフの方にも探してもらったんですけど、結構もう何十件も回ってやっと見つけましたみたいな感じで、本当こんなね真夏日に申し訳ないなみたいな感じなんですけど、本当そのコンビニアイスね、その儚さも含めて楽しんでいきたいんですけど、ぜひ花菜七海さんであったらバナナ好きの方は手に取ってみてください。はい、次、こちらもセブンイレブン限定の商品です。金のアイスワッフルコーン抹茶税込み332円さんです。おー、金のシリーズ来ましたよ、数量限定、厳選した宇治抹茶かっこ京都府産一番茶と北海道産生クリームを使って仕上げたワッフルコーンのアイスクリームです。これね、私ワッフルコーンのアイスすごい好きなので、今回ちょっと抹茶もねいろいろ食べてみたんですけど、本当に何種類か食べた中で一番美味しかったです。あのね、まず何が美味しいって、こう一口食べた時にかなり濃厚なんですよ。ちゃんとその抹茶のほろ苦さがあるんですよね。でここでね結構若干余計なこう風味が出ちゃう抹茶ソフトもあるかなっていうふうに思うんですけど、もう金の抹茶ソフトさんはですねすごいストレートの味でした。あとねこのふわっと空気を含んだクリーミーさがね、こうなんていうかマシュマロの、食感みたいな感じっていうかね、すごい良かったですね。なんかこうアイス好きの人によってはやっぱこのテクスチャーがこうねっとりしてないと嫌だっていう派閥もあったりして、このマシュマロ系みたいなこう空気含んだエアリー系みたいなやつは認めねえみたいなあの人もいて、私の友達で一人そういう人がいてちょっと若干喧嘩になりかけたんですけど私は割とあのこういうエアリーのやつはかなり好きですね。あとやっぱワッフルコーン入ってくるのすごいありがたいですよね。まあ、後半戦ちょっとだれてきたかなというところで、やっぱワッフルコーンの香ばしさ嬉しいじゃないですか。でちょっと話それちゃうんですけど、まあ、やっぱりコーン付きのアイスの王様といえばジャイアントコーンさんですよね。もうあれね無性に食べたくなることあるんですけど、なんか私あのちょっとジャイアントコーンさんのフォルムがあの角刈りの中学生みたいな感じがしてすごい好きなんですけど、わかりますかね、あの上のチョコの部分がすごいあのそれがすごい愛しいなっていう風に思ってるんですけど、ただあのチョコの角刈りの部分が食べ始めると結構すぐパカって取れちゃったりして、すぐチョコ口の中入っちゃったりして、でワッフル行くまでのアイスの部分が割と寂しくて心折れそうになるみたいなことあるんですけど、その話をね今度はそのワッフルコーン系のアイスがすごい好きな友達に話してたのね。あ、それはね一口目からコーンまで行くんだよ、やっぱコーン欲しいじゃんって真顔で言われて、うわーみたいな、カバみたいな感じになりそうだっていう風に驚いたんですけど、確かにガッて歯を突き立ってコーンの部分までカバーする感じで食べるとかなり満足度が違うなってことは分かりました。あの私でもいけたんで、本当食べるとき可愛くないんですけど、もうマジで一人でやってくださいぜひじゃあもうこの金のアイスのワッフルコーンの美味しそうな音もぜひ皆さんに聞いていただきたいんですけど、いただきます。あ、やっぱコーンの香ばしさ美味しいですね。コーンの香ばしさと抹茶のほろ苦さのバランスがたまらない。うん、金の抹茶アイスマジでおすすめです。皆さんぜひ食べてみてください。まあ、抹茶のこういうコーン系のやつだとハーゲンダッツ先生とかも今マカダミアナッツ入りの抹茶アイスでコーンで、しかもコーンの中に八つ橋の香りを仕込んでいるみたいな結構クリエイティブなやつとかもあるんですけど、
私は結構割と抹茶は抹茶だけで味わいたいという侍系なんで、ちょっとそういうあのいろんな味がするのは今回は違うかなというふうに思いました。はい。じゃあ次行きましょうか。今度はローソン限定商品、うちカフェ塩監修ティラミスアイス、税込み238円さんです。はい、ローソンのうちカフェシリーズのアイスクリームです。人気レストラン塩の鳥羽シェフ監修アイスとなっております。はい、もう塩さんね、これ本当に八面六臂のご活躍をされてますけど、なんかねこれあのボート型、あのバナナオムレットみたいな形状って言えばいいのかな、そういう形なので、ちょっとその帰り道に歩きながら食べるとかはあんま適さないかもしれないんですけど、その柔らかいココア生地が全体を包んでいて、そこの中心にチーズアイス、コーヒーソース、それからカカオニブをトッピングして、そこの方にパッションフルーツソースを忍ばせてるっていう一品になります。これがね、あのココアの生地のほにゃっとした食感もすごい気持ちよくて、チーズアイスもちゃんとマスカルポーネの味がして上品で、あとコーヒーソースもしっかり苦いし、カカオニブも味がガツンと強くて、すごいそれぞれがね生き生きとしてね、すごい調和していてとっても美味しかったです。ただね、あの1点言うとしたらですね、あのパッションフルーツソースが若干ちょっと駄菓子っぽくて、それもめっちゃ可愛いんですけど、結構パッションフルーツ来ちゃうとかなりパッションさんな感じになっちゃうというか、なんかもうパッションさんが征服しちゃうんですよね、こう全体の味を。だからこういうタイプだと、あのハーゲンダッツさんのね、まあ、アプリコットソースが入ってたチョコレート味がめちゃくちゃ完成度高かったので、あれくらいの感じに持ってってもらえたらなおありがたいかなっていう、マジで何様なんだっていうあの物申しており、申し訳ないんですけれども、でもすごい全体的に本当に美味しかったです。これまた食べたいなと思った。もう限定だと思うんで、ぜひあの皆さん慌ててコンビニに買いに行ってください。はい、じゃあどんどん行きましょうか。はい、次が明治ブルガリアフローズンヨーグルトデザート、税抜き140円さんです。わあ、これね、てかこれあの紹介の順番がすごくいいですね。コース仕立てみたいな感じになってて、今結構濃厚系がどんどんって続いたので、こう口直し的な感じでフローズンヨーグルトのバータイプのアイスさんに来ていただいております。説明読みますね。アイスならではの濃厚なコクとヨーグルトの爽やかさを両立した新しいタイプのフローズンヨーグルトデザート。デザートとしての満足感はしっかりありながら、ヨーグルトならではの程よい酸味を生かしており、満足感とさっぱり感をお楽しみいただけます。これはですね、もう食べた時にうーんってなったフローズンってなった。あのね、なんかフローズンな感じのこのシャクっていうあの食感と、そのアイスクリームっぽい滑らかな感じがどっちもあって、だからちょっとなんか不思議な食感なんですよね。でこの食感の感じが結構ありそうでない感じで、すごい好きでしたね。これ伝わるかな、ちょっとかじって音を聞いてもらいたい。このこれ伝わるかな、ちょっとこれ音でこのシャリッと感と滑らか感を伝えたいんですけど、一口かじってみます。少し分かりましたなんかほんと白氷を踏むようなシャリッっていうのと、滑らかに溶けていくみたいな感じがどっちもあって、これ美味しいですね。やっぱり他にもね、ヨーグルトのアイスいくつか食べたんですけど、一番美味しかったですよ。あんまり重めなアイスは嫌だなっていう気分だけど、その氷系に行くのも結構冷たすぎてしんどいなみたいな時は、結構一番いい落としどころかもって思いました。フローズンヨーグルトデザートさん、明治ブルガリアのね、私はファミリーマートさんで出会ったんで、これでもねあんまりねたくさん流通してないみたいで、ただこれをさらに流通させていくのは私たち消費者一人一人の力なのでもしこれ美味しいなと思ったらいっぱい買って応援してあげてください。はい、お願いします。はい、それではあと残り3つかな。ここからは定番ですね、私の中の御三家さんご紹介していきたいと思います。あ、ちなみに今回ハーゲンダッツは除いてます。ハーゲンさん入ってきちゃうとまたなんか違う世界線のバトル繰り広げられちゃうので除いているんですが、御三家の一つ目は北海道あずきバー、税込み129円さんです。イエイ。
はい、こちらはねロングセラー商品井村屋株式会社の重鎮的存在、誕生は1973年で、小豆アイス市場を作られたのが井村屋さんだそうですよ。でこれね、あの冷たいあんこが好きっていう話を以前あのポッドキャスト版の味な副音声でもして、その時にこの小豆バーの最初の数口のポクッっていう食感が大好きっていう話をね確かしたと思うんですけど、やっぱ相変わらず美味しいですね。で改めてこの原材料の簡潔さ驚きました。 100% 北海道産の小豆、砂糖、塩のみで作られた超ピュアピュアなアイスバーということで、まあ、最高のビーガンスイーツともね言えるのかなと思いますね。であと私こういうバータイプのアイスのいいなと思うところがあって、それがあの最後の食べづらさなんですよね。その棒付きアイスほどあんなにクライマックスに集中しなきゃいけない食べ物ってないなっていう風に思ってて、普通食べ物って終わりに近づくほど飽きてきますけど、棒付きアイスってすごい製品自体がちょっと不完全なので、あ落ちるわとか、あこれあと何口でいこうとかって試行錯誤してるうちにすごい食べ物に集中するっていうね、これはなかなか珍しい食べ物なんじゃないかなという風に思いますけれども、はい、じゃあ次どんどん行きましょう。チョコモナカジャンボ税込み129円さんです。はい、来ましたよチョコモナカジャンボ。森永製菓の人気商品の一つ、もうどこのコンビニに行っても出会えるお方ですね。今年はなんと50周年ということで、ありがとうと大きくパッケージに書いてます。こちらこそありがとうございます。モナカの中にバニラ&板チョコ、ダブルのパリパリ食感に冷たいアイスのコンビネーションは季節も年代も超えて愛され続けていますということで、いやこいつはもう完全に食感の食べ物ですね。あのチョコモナカジャンボオタクの友達がいるんですけど、あの絶対買うときにこうカサッて手に取ってモナカが湿気てないかをブラインドチェックするらしいですよ。あれね、たまに湿気てるやつあるとこうついてないなっていうふうに思うことあるんですけど、ちょっとおみくじみたいなところもありますね。やっぱ大吉のに当たったら本当に香ばしくてバリッバリで、あのパッケージにはパリパリって書いてあるんですけど、実際はもうザクザク、シャキシャキ、ボキボキみたいな快楽がありますね。あのボキボキは間に挟まった板チョコのことなんですけれども、ちょっとこれもっと取っときましょうかよいしょ。わあ今日はどうかな、大吉、うーん小吉くらいかないただきます。おいしい。これ今日のもなんか結構大吉出たんじゃないですか。めちゃくちゃバリバリでした。嬉しい、美味しい、ありがとうございます。チョコモナカジャンボに関してはね、こうやってそっと手に持った瞬間から美味しさが始まってるというね、この食感を味わうというか、食感を予測するというか、それも含めての楽しさかなというふうに思うので、ぜひ皆さんも楽しんでみていただきたいなと思います。そしてラストですね、ラストはパピコチョココーヒー税込み150円さんです。イエイ。はい、あの冒頭でも紹介しましたけれども、言わずもがな江崎グリコさんのパピコです。こちらも歴史は古く、1974年から発売されているチューブ型のアイスということで、生チョコとミルクコーヒーを絶妙にブレンドしたチョココーヒー、生チョコレートを従来の 160% に増量し、味わいがさらに深くなりましたということで、私パピコ好きなんだよな。あのカロリーがさ、1本89キロカロリーっていうこのありがたさがまずあって、私はこいつをねお風呂で食べるのが好きなんですよ。あのなんでかっていうと、パピコって冷たい部分を押し出していくことでアイスにたどり着く仕組みになっているの分かりますよね。ただ結構冷たすぎて私まともにパピコを持てないことが多いんですよね。多分その冷たさがあの皮膚の厚さに勝っちゃうっていうかだからこうハンカチとか服とかの裾で包んで食べなきゃいけなくて、ちょっと鬱陶しいなっていう風に思うこともあるんですけど、あとねなかなか意外と溶けてくれなかったりするんですよね。結構冷凍庫でしっかりあの保存しておいた後だったりすると全然思いのままに食べられなくて、にぎ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 出てきて、ちょっとこうあのめちゃめちゃあのもっとスムーズにお願いしますみたいな風になることもあるんですが、それがね湯船に入ると全解決なんですよ。こう湯船に浸かりながらそのパピコの体をねつけたり出したりしながら食べるとね、非常にスムーズにね中身が溶けていってあの味わえますしね、手がじんじん痛むこともないんですよね。
だからそもそもね、湯船の中で冷たいものを食べるっていうのが本当に気持ちよくて、もう今で食べるの数倍は幸せになれるかなというふうに思いますね。私の友人でパピコ好きな人はね、一度に3袋食べるとか言っててちょっと常軌を逸してるなと思ったんですけど、まあ、そういう話聞いてるとちょっとまだまだ私は修行が足りないなと思うので、私もこれからもこの夏ももりもりパピコを食べまくっていきたいなというふうに思います。アジナ副音声ボイスオブフード、はい、今回はコンビニアイスというテーマでお送りしてきましたが、そうね、本当アイスの季節到来で楽しいですけれども、私ね、一個だけどうやって食べたらいいか分かんないアイスがあって、アイスの実、あれってなんかめっちゃ口に入れた時口にひっついて痛くないですか？しかもなんかめっちゃ冷たいですよね。あれ私うまく食べる方法が未だに分かんなくて、みんなどうやってなんか口になんかペギーみたいな感じでひっつくのをいい感じにこう避けつつ美味しく召し上がってるのかっていうのを知りたいので、おすすめの食べ方があったりとか温度帯とかあったらぜひ教えてください。というわけで、番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをお送りしています。メッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。もしよかったら皆さんの好きなアイスもぜひメッセージで送っていただきたいなと思います。多分ね、また全然違った方向からね、このアジナリスナーの皆さんだったら送ってきてくれると思うんで、ちょっとそれを踏まえてまた夏の終わりのアイスパーティーやりませんか？ぜひ皆さん、そちらも合わせてメッセージアジナ副音声宛てにお送りください。そしてアジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。ああ、お腹すいた。